姿勢はメンタル、美しい姿勢研究所、北原陽です。おはようございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は意識が姿勢を変えるというお話をしたいと思います。この意識と姿勢は密接に関係し合って、常にお互い影響し合っているものです。例えばいつも背中を丸めて下を向いてうつむいて生活をしていると、だんだん自分に自信がなくなってきて、人生もうまくいかなくなってくる。反対に背中を伸ばして胸を張って堂々とした姿勢でいると、自分自身にもだんだん自信が持てて自己肯定感が高まって人生もうまくいくというようなことが言われています。これは体の形という姿勢が意識に影響を与えるという一つの例だと思います。この姿勢がいい方がいいっていうのは間違いないですけれども、ただどうしたら良い姿勢になれるのか、また良い姿勢をし続けることができるのかというところが問題だと思うんですね。だから姿勢が良くなるためにトレーニングをして筋肉を鍛えたり、ストレッチをして固まっている縮んでいるところを伸ばしたり、整体を受けて歪みを整えたり、こういった手段はどれもとても素晴らしく効果的なので、ぜひやっていただいた方がいいと思います。ただ大前提として、自分自身がどうありたいのか、どういう姿形になりたいのかという目的地を定めておく必要があると思うんですね。目的地が定まらないでいろいろな手段を講じたとしても、たどり着く先はもともと思っていたところと違うところかもしれません。だからセルフイメージとして自分のなりたい姿というものを頭の中に持っておくといいと思うんですね。それは憧れの芸能人やスポーツ選手など、特定の人の姿をこうなりたいというふうに設定してもいいと思いますし、または自分自身が胸を張って背中を伸ばして堂々と人前に立っている姿を思い描いてもいいですし、例えばかっこよくジーパンを履きこなしているとか、具体的に細かいところまでイメージして、それをセルフイメージとして頭の中に常に持っておく。そして1日最低1回はその姿を強く思い描いて、自分自身をその姿に重ね合わせるようなイメージトレーニングを行ってください。僕自身も自分がこうなりたいという姿をセルフイメージとして設定しているんですけれども、毎朝歩いてここまで来るんですけれども、その歩くときに必ずその姿を思い描いて、そこに自分を重ね合わせるというようなイメージトレーニングを行うようにしています。個人的には朝の時間帯が比較的意識もクリアですし、雑念が少ないので、そのイメージがより自分に浸透するような感じがしますので、朝がこのイメージトレーニングおすすめです。ぜひやってみてください。以上、意識が姿勢を変えるというお話をいたしました。ありがとうございました。